エルンスト・ビルヘルム・ベルンハルトブッシュは、ドイツの軍人、第二次世界大戦中、第16軍司令官などを務めた。最終階級は元帥。ドイツ帝国、プロイセン王国のエッセンシュテーレに、王立個人委員長の息子として生まれる。1904年、陸軍に入り不評を第13連隊に配属される。翌年少尉に任官。1908年、 不評第57連隊に転属。中尉に昇進し、カッセルの士官学校に観察官として配属される。第一次世界大戦が勃発すると、不評第56連隊で中隊長となり、大尉に昇進。1916年に大隊長となる。シャンパーニュでの優先を称せられプールルメリット勲章を受賞した。戦後もバイマル共和政下で軍に残り、 第18不評連隊で中隊長となる。後ミュンスターの第6不評師団参謀に転じる。1925年に少佐に昇進、翌年第1集団軍参謀に転じる。ついで輸送部隊観察官。1928年、第2不評師団に転属し師団司令部主任参謀。1930年、中佐に昇進して、第9不評連隊で大隊長となる。 1932年に同連隊長に補いされ、同年10月に大佐に昇進。軍がドイツ国防軍と名を改めた後の1935年に少将に昇進し、第23不評師団長。1937年に中将。ブロンベルク非免事件後の翌年2月には不評大将に昇進し、シレジアの第8軍団長に補いされた。ブッシュと 中央軍集団首脳部1939年に第二次世界大戦が勃発すると第8軍団を率いてポーランド進行に従軍。第16軍司令官に任命され、翌年の西方電撃戦に従事。フランス降伏後の7月19日に上級大将に昇進。翌1941年のバルバロッサ作戦では、第16軍は北方軍集団の霊下に入る。 1943年2月に元帥に劣せられ、同年10月には中央軍集団司令官に任命された。しかし戦局は次第に悪化。1944年6月、圧倒的な物量のソ連軍は、ブッシュの中央軍集団に対してバグラチオン作戦を発動した。作戦2日目には早くも戦線を突破された。 アドルフ・ヒトラーの死死命令が出されていたドイツ軍は圧倒的なソ連軍の波の前に崩壊。このため6月28日にブッシュは中央軍集団司令官を更迭された。ブッシュは事前にヒトラーに対して戦線の縮小を提案していたものの死死を命じるヒトラーに忠誠心を示すためそれをあえて実行していなかったため、この処置を個人的な侮辱だと感じた。 このため公認のバルターモーデルに対して状況の引き継ぎもせずに司令部を去った。1945年3月に西部戦線で北西軍司令官に復帰したが5月7日にイギリス軍のバーナード・モント・ゴメリー元帥にリューネブルガー・ハイデで降伏した。捕虜となったブッシュはイギリスに移送されノッティンガムシャーのオルダーショット捕虜収容所に入れられたがほどなく強心症のため死去した。 ありがとうございます。